はい、どうもこんにちは、ソッシーです。今日はですね、インサイドハンズの練習方法っていうのを、まあ以前もやったんですけども、質問来たんでもう一度動画で撮りました。まあね、こういうねテクニックというか練習方法っていうのは、例えば1年前に撮影したのも使えます。で、最近やったのちょっとずつなんかね、この自分の中でこうやった方がいいんじゃないかっていう風にちょっとずつ変わる点もあるので、見たという方はもう一回、まあ、復習という意味で、思い出す意味でいいですかね、また見ていただくと嬉しいなとは思います。どうですかね、ここは今キャンピングカーの中なんですが、はい、クリスマスです。以前は前はハロウィンだったんですけど、今回もクリスマスになっています。皆さんクリスマスツリー出しましたでしょうか。いや、クリスマスツリーはね、やっぱり子供の時からワクワクしますよね、ツリー見ると。まあ、ワクワクっていうの、まあ、理由は何かって言ったら、なんか買ってもらえるからだと思うんですけども、まあね、そんな感じでね、インテリアもね、皆さんぜひね、興味持つべきですよ。私はインテリア大好きなので、ぜひね、またうちのお店の方とかのホームページを見ていただきながらと言いたいんですけども、ね、で、最近ちょっとね、自分もまた、以前も買ったのがちょっと壊れてきたので、この加湿器、これね、いい匂いを入れてます。まあ、匂いって癒されるじゃないですか。なんていうんですかね、もう全然アメフトとは全然違う話になってしまうんですけど、人間のね、記憶っていうのはね、覚えるのはね、結構覚えられないと私は思ってます。ただ、覚えてるのって匂いなんですよ。例えば、誰々さんの匂いとか、誰々くんちの家の匂いとか、あ、昔、付き合ってた彼女の香りとか、絶対皆さんなんかパッてその匂いを嗅いだ時一瞬にして思い出すと思うんですよ。なのでね、匂いっていいなーっていつも思ってます。なのでね、私は結構もうこれパソコン打ちながら必ず横に置いて、まあね、風邪もひかないですからね、加湿器で、この香りを入れて匂いを楽しんでます。はい、な感じでいくんですけども、もう一点だけちょっとね、この広報ということがありましてですね、まあ、多分この次の動画にちょっとご紹介したいと思うんですけども、まあ、この度ちょっとね、ネットショップを、まあ、セルフィッシュという雑貨屋さん、インテリアショップの、まあ、本体、私はやってる本業の方なんですけど、家具とかですね、そちらのネットショップありますが、そちらとはちょっとまた別件に1個ネットショップを開設しました。なのでそれはね、まだね、オープンしてないんですけども、多分ね、来週、まあ、近々もう2、3日中にちょっとオープンできればとは思ってるんですけど、まあそこで紹介するのはですね、まあアパレルですね。アパレルなんですけども、よく私はここからやってる、ね、なんていうんですかね、フェイスシールドですかね、首からこうやってる。これをね、主に売って、販売していこうかなとは思ってるので、ぜひね、オリジナルでも作れますので、各チームで作って試合の時首にして、サイドラインで上に上げるっていう風にやるとめちゃくちゃかっこいいと思いますので、ぜひね、それはね、またご紹介させていただきます。はい、で、今日はこんな感じで始めていきますので、よろしくお願いします。バトルジャパン、ちょっとね、ここに山岡くんがいるんですが、タイガーステップが得意らしいんですよ。タイガーステップ見てみたいでしょ。見てみたい、見てみたい。タイガーステップって知ってる？タイガーステップ、タイガーマスクは佐山悟がやってるステップなんだよ。聞いたことはあるっすけど、あんまり知らないっすね。得意な人がいるんだよ。じゃあお願いします。はい、こんにちは。よし、よし。いや、ちょっとね、今日眩しいな、これ夕日だね。今夕方ですごいね、これね。何これ、何番号なの。学籍番号。違う、違う、違う、違う。背番号。え、じゃ、オーエルディーエル、全然違うじゃん。1年の時に、DA。あ、そう。え、じゃ、オーエル来たのは、左遷されたの、こう、なんか、君いらないよって、こっち来たのか、それとも。いや、自ら志望して。あ、自ら志望して、ああ。あれ、星野さん、その、あ、これ、これ、これ聞いたでしょ。はい。はい、これね、オリジナルで作りました。桃山学院の。よくない？これ。チーム、
今さ、すげえコロナ流行ってってさ、これチームでできるんだよね。これね、してあの中僕自分に注文していただいたら作ることが可能なんですよ。各チーム。えぐい。多分ねこれ流行る。えぐい。今後はね多分ねみんなこれチームから試合中これでいいじゃん。そうですね。でサイドライン帰ってきたらさ、なんかヘルメット被るかマスクでしょ。はい、でその時サイドライン持ってきたらもうこれでいくの。便利でしょ、はい、これすごいいいし、スカルキャップにもなるし、スカルラップにもなるんだよ、はい、でね、これね、今こっち側これなんだけど、真裏にするとちょっと絵柄がちょっと変わるんだよね。なってるかな、あ真ん中に、真ん中よりちょっとこっちずらしたぐらいに、なんかこういう感じ、ロゴが入ってるかな、こんな感じにもなります。いや冬は寒いじゃん、これいいじゃん、これトレーニングの時もおすすめです。まあちょっとねこれね今ネットショップ作ってるから、ネットショップね、あの新たにこれ用に作ったわけよ。まだ開催、あのまだオープンしてないんで、オープンしたらぜひ、はい、買いますか買いませんか。買います。よし、じゃあありがとうございます、お客様の皆さん。はい、営業トークはこんなもんにして、今日はねちょっと質問であった、あの手が外入ってしまった時うちに入れる練習って前ちょっと軽くやったんだけど、もう一回なんか聞きたいっていう方がいたので、それをやっていこうと思います。はい、大丈夫ですか、やり方分かるでしょ、なんとなく手が外行っちゃった時に、ああ、うん、インサイドハンズの練習しますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。去年たーても好きでいてね。はい、そしたらじゃあ来てもらっていいかな。はい、じゃあ最初でじゃあ2人で横からこう並んでもらうと分かるんだけど、じゃあオフェンスね、ディフェンス。じゃあオフェンスが外を取って、ディフェンスがうち。はい。これこっちディフェンスですよ。ディフェンス、オフェンス、彼がオフェンス。オフェンスが外に手が回ってしまった時、じゃあどう入れ替えるかっていうと、スローでいくと下からこう入れ替える。そう、オッケー、オッケー、オッケー。でこの時の注意点って何かわかる？この時の注意点は入れ替えた時に腰も一緒に下ろすの。手だけじゃ無理だから。ちょっと軽くやって。いきます。で、ゴッ。で、ドライブ。そうそうそう。わかるか。じゃあ、今度逆にやってみようか。はい、ディフェンス、オフェンス。はい、いってみよう。いきます。で、ゴッ。そう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 。オッケー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 。すごいよくできた。ちょっと後ろからも撮ってみようか。はい、はい。オフェンス、ディフェンスね。で、入れ替えて、オフェンスが手が外行ってしまった。最近に入れ替える練習。で、ゴッ。オッケー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 。でね、彼ね、もう何回も注意してるんだけど、入れ替えで彼下向いちゃってるじゃん。はい、じゃあちょっと逆行ってみようか、この斉藤くんの方から。はい、あ、はい、こう、いきまーす。レディー、ゴッ。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。これね、結構使うし、これすごい大事なのがさ、例えばこう、いいじゃん。で、こうなってこうなって入れ替えるときに、こうやってからこうじゃないんだよ。こっから、もう、こっから一気にやばいと思ったら、下に落としてからこういう風に爆発的にいく、この連動動作なんですね。ただ最初から外っていう人少ないでしょ、はい、うん、だからね、練習するならばこう、例えばさ、インサイド、ごめんな、ごめんな、当たる時にね、俺が結構当たる時に手を振ってんだよ。手を振ってるってイコールさ、当たってみる、はい、でこっち入ったとしてもこうなってるわけで、こうなるケースが多いんだ。要は片方だけが外に行くケース。だからどっちかしたら片方だけで練習した方がいいかなと思う。ちょっとやってみて。じゃあ斉藤くんがオフェンスね、はい、はい、ディフェンスを片方だけで、こういう状況で、こっちは内を取れた、こっちは外だった、はいはい、でここで入れ替え練習、片手レディーゴッ。そう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 、オッケーオッケーオッケー。じゃあちょっとやってみようか。はい、はい、こう、じゃあこっちが打ち手でこっち外、はい、はい、行きまーす、レディーゴッ。そう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 、オッケーオッケー。だから今度ね、片手の場合私オフェンスやりますね。片手で今度外、この状況外入った、さばき、じゃあこの時足をどうするかさ、こっちの手とこっちの手を連動動作でこう、分かるね、こういう感じ、イメージ分かる、はい、こっちとこっちを同時に入れる、ちょっとそれ意識してちょっと、はい、じゃあ彼オフェンス、行きまーす、レディーゴッ。うん、それを早く早く早く、はい、そしたらこれのドリルがあって、お互いでオフェンスディフェンス入れ替えるんですね、はい、うん、やってみよう。
こういうこのトレでやってください。これでいい。じゃあ最初に斉藤くんね、左側がディフェンスでオフェンスで、こうやってちょっと笛を吹いたらすぐ入れ替えるし。じゃあ合わせ。入れ替える。オッケー。これでもう入れ替えるのをもう交互にオフェンスライン2人でやっていくと癖がつく。これね意外と使うよ。はい、うん、ぜひねこのリプレイスね、リプレイスこの練習やってみてください。はい、お疲れ様です。いや今ちょっとタイガーステップ見てて、あれなんかコツあんの？コツですか？もう足をテンポよくやってるけど、はい、ちょっと真似してみて。できないですね。手の周りやから。手の周りやから。できない。どうやってやる。回しながら。でも結構俺ちょっと久々にラブやってるくらい笑ったけど、俺これさ、俺タイヤマスク好きだからさ、タイヤマさんとの動画とか見たことあるけど、こんな感じだよね。いや絶対一度見てもいいよ。マジこんな感じです。いや知らないの、これ見たらすごい爆笑するよ。なんかこれすごいね。なんかこれの踊りを YouTube でみんなこっちは聞きたくない？アームステップ。ねえ。僕はあのタイガーステップすると。これさ、はい。ディフェンスラインでね。はい。あ、作者。はい。作者。お前イエロー飛ぶだろこれ。そうです。最後のこの蹴りってキャリアにすんの。立ち割り。面白いね彼ね。じゃあぜひね一回見てみよう。本当面白いから。はい。じゃあこんな感じで今日ねリプレイスの練習ということで、もう笑っちゃってダメなんだけど。まああとこのマスクのね宣伝だったよね。ね、またこれはねネットショップ開設したら皆さんにご紹介しますんで、今日はここで終わります。はい、じゃあタイガーマスクありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。